田原坂駅は、熊本県熊本市北区駅町とどろにある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。近隣にある田原坂が由来。田原坂とは、田畑が広がっている平地から大地へ登る、追道になっている坂という意味である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古線橋で連絡している。崖上に設置された駅でホームまでは階段を利用する。 駅舎と反対側の下り方ホームには、田原坂方面への出入り口が新設されている。無人駅。鹿児島本線の他の無人駅とは異なり、自動券売機は設置されていない。2016年度の1日平均乗車人員は24人である。山間部の民家の少ない場所のため、極端に利用が少ない。駅周辺は丘に挟まれた旗や果樹園が広がっているが、 東側の丘の上には、集落が点在し、植木市街地へと続いている。東側約800メートルのところには、参考バスの7本バス停があり、熊本桜町、バスターミナルと植木町を結ぶ路線が利用できる。ABCDEFG、週刊 JR 全駅、全車両基地33号熊本駅、カレー川駅、大畑駅ほか、朝日新聞出版。 週刊朝日百貨、2013年3月31日、23ページ。交通新聞、p1、h t t p w w w c i t y k u m a m o t o j p c o m m o n u p l o a d f s p a s p x c id="5&",id="12,418& a n d s サ b ID イコール 1& フリドイコール82505ありがとうございます。